三条城は、現在の新潟県三条市にあった、日本の城。最初に城が築かれた時期は不明だが、平安時代に三条左衛門のが築き、前9年の役の後、安倍貞党の老党、黒鳥兵衛が攻め落としたという、南北朝時代には、南朝方の地市の拠点となった。室町時代になると守護代、長岡に警報の山吉久森の拠点となり、 王衛三十年には、守護神杉坊は朝方の中条坊氏、黒川元彩、梶氏、柴田氏に攻められるが、黒川元彩、梶氏、柴田氏が寝返り落城をしなかった。戦国時代も、代々山吉氏の居城となっていたが、山吉豊守が、天正五年九月に死去すると、死死がなかったために、弟の山吉景長が、山吉氏を継いだが、 領地は半減されて、木場城に移され、三条城には上山利地勝が入った。上杉謙信の急死により勃発した、御立ての乱で、金丸地勝綱は、土地お城主の本城秀綱と示し合わせて、上杉影虎に組みし、上杉影勝に対抗した。影虎死後も継承に対抗していたが、山吉影長が、木内の急心に呼びかけて、内容を誘い、 天正八年六月に落城、地勝名は自陣した。その後継承は三条城を王宮武進し、天笠長重を城主に据え、天正九年に勃発した柴田獣営の乱において、中継拠点として、たびたび利用された。上杉影勝の相図保法後は、堀修司の家老、堀直政が城主となり、直政嫡男の堀直清が城代となった。 慶長5年の上杉移民一期の際に攻撃を受けるも堅守。慶長15年に堀家が改役後、同17年には松平忠てるの不賀炉になった松平重勝が三条城の城主となった。元那2年、市橋長勝が三条城主に任じられ、信濃川の対岸東側に新たに築城したが、市橋氏は在城5年で改役となり、 稲垣重綱が入ったが、寛永19年、幕府により、廃城となった。ありがとうございます。